なんかすごい柔らかいタッチ、ね、美味しいですね、はい、もうなくなっちゃいそう、はい、個人的にはすごい白桃っぽい感じ、はいはいはい、こんにちは、福連コーヒーロースターズの毛塚です。こんにちは、福連羽根木公園店の奥出です。はい、今回は福連羽根木公園店の奥出さんと一緒に先日リリースしたウガンダのブラムリ、こちらをご紹介します。それでは早速、奥出さん、このコーヒーについて教えてください。はい、それではご紹介します。ウガンダのコーヒーです。コーヒーの名前はブラムリという名前をつけています。ウガンダの東側、ケニアとウガンダの国境にまたがるマウントエルゴンという火山のふもとで栽培されているコーヒーで、ウォッシングステーションが位置するのがブランブリというエリアにあるブランブリウォッシングステーションというウォッシングステーションで生成されています。このコーヒーに関わるメンバーは約200から400ほどの小規模な農家さんが協力して行っています。この小規模農家さんから集まったコーヒーチェリーによってこのコーヒーは作られています。生成方法はウォッシュド、品種は SL28、SL14 とケニアでは比較的馴染みがある品種だと思います。コーヒーが栽培されている標高は1700から2300メートルと高いですね。収穫時期は2023年です。はい、ありがとうございます。それでは今回はせっかくなので奥出さんにこのコーヒー入れていただいて提出にしていきましょう。はい、頑張ります。入れ終わりました。ありがとうございます。じゃあそれではお次します。はい、いい香りですね。入れます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。それでは飲んでいきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。おいしい、うん、どうでしょう奥出さん、このコーヒーどんな印象ですか。うん、一言で言うと、はい、なんかすごい柔らかいタッチというか優しい印象は受けるんですけど、うん、はい、ただやっぱりアフリカのコーヒーではあるので果実味はしっかりとずっとしっかりしてるんですけど、ただケニアだったりとかエチオピア、うん、同じアフリカに比べるともう少し穏やかというか、うん、確かに、うん、柔らかい印象を受けますね。ちょっと紅茶っぽい質感というか風味というか、ね、そうですね、紅茶らしい感じ。あとはちょっと前半の方に果実味で言ったらちょっと桃っぽい感じ、はいはいはい、個人的にはすごい白桃っぽい感じを感じますね、はいはいはい、あ、うん、ストーンフルーツ系というか。そうですね、はいはい、うん、そうですね。その果実味だったり、うん、まあ、紅茶みたいな質感の風味の中にちょっと夏っぽい甘さというか、うん、確かに中盤がちょっと夏っぽい感じ、甘さ広がりますね。そうですね、うん、甘さのボリュームも感じられますね、しっかり。うん、美味しい。うん、美味しいですね。美味しいすいません、美味しくてお、なくなっちゃいました。飲み切ってますねそしたら飲んでください、ぜひ。いいですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。どうですか奥出さん、このコーヒーどんな時に飲みたいとかあります？でも結構本当軽やかで、うん、ほっこりするコーヒーだなって思うんで、お休みとかに、お休みの日にゆっくりお家で時間をかけて飲みたいですね。結構そのどんな時間帯でもいけるような。そうですね、どんな時間帯でも飲めますね、飲みたいです本当に。毛塚さんはどうですか？そうですね僕はそれこそ本当にこう、まあ、どんな時間帯でもいけるかなとは思うんですけど、うん、結構その軽やかな、まあ、紅茶っぽい時間と果実味のバランスすごい良くて、うん、まあまあ
うん、ナッツっぽい甘さとかもすごい印象的かなと思って、うん、夕方とか、うん、そうですね、一息、仕事一息ついた時とかの夕方、うん、こう、まあ、甘さと軽やかさのバランスがいいので飲みたいかなっていうふうに思いますね。うん、うん、美味しい、ね、美味しいですね。もうなくなっちゃいそうはい、以上ブランブリーのテイスティング動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。あ、そういえば羽根木公園店ではセミナー開催してますよね。あ、はい、羽根木公園店ではコーヒーに関するテイスティングセミナーとフリップセミナーを定期的に開催しています。ご興味のある方はインスタグラムで告知をしていますので、ぜひチェックしてみてください。動画の概要欄にフグレン羽根木公園店のインスタグラムアカウント URL を貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画もお楽しみに。